はい、皆さんこんにちは、内野真衣です。今日のテーマはですね、人生が変わる前にやってきたことというテーマでお伝えしていきます。よろしくお願いします。今日も、ゲストに恋愛マインダーのりえちゃんに来ていただいてます。りえちゃん、よろしくお願いします。私もりえちゃんもそうなんですけど、結構ここ3年以内ぐらいでターニングポイント、人生の分岐点的なところってすごいお互いに経験してるなって思ってるんですけれども、例えば、私の変わったことで言う と、すごい恋愛にめちゃくちゃもう30年以上悩んできたっていうところから、幸せなパートナーシップを築けるようになったとか、あと自分自身がもともと介護の仕事をしてて、あとこれまですごい人生の中でワーキングプアっていう、その年収200万円以下とか の時代を乗り越えて、今すごいこう自分で企業を独立して、まあ、法人化とか会社経営とかして、で年収とかもすごいもうワープア時代以上にその10倍近くとかになっているっていう状態で、結構人生変わってきてるなって思うんですけど、りえちゃんもここ1年だよね、多分人生変わったの。そうですね、うんうん、この1年ですごい変わったと思います。変わったことってあります？変わったこと、うん、会社辞めちゃったとか。この1年で変わったことは、うん、仕事を辞めた、うんうん、と、まず自分で仕事を始めた、うん、独立したっていうことと、うんうん、あとは、まあ、今の彼に会ったっていうのと、うん、まあ、結婚が決まったおめでとうっていうのが大きなことで言うとそうだよね、あのりえちゃん交際1ヶ月の彼からプロポーズされて、今ね婚約中っていう状態なんだけど、なんかそこって結構この1年での変化って、なんかワープしてきたぐらいな感じで目まぐるしくなかった？めっちゃ目まぐるしいです、ね、もう1年みたいないや、めっちゃわかる。なんか私も結構この3年ぐらいのなんか出来事って、うん、すごい30年分以上のなんか濃さがあるなって思ったけど、うん、じゃあなんかそうやって人生が短期間で劇的に変わってくる前に、私たちが何やってきたんだろうっていうのをちょっと今日お話ししていきたいなって思うんですけれども、はい、この1年でなんか変わる前にやってきたことってどんなことがありますか？変わる前にやってきたことは、やっぱ変わる前っていうのは、うんうん、多分自分に悩んでいた、なんかまあ恋愛のこともそうだし仕事のこともそうだし、うん、でなんか自分との向き合い方っていうのに私はすごく悩んでいて、うんうん、なのでなんかそれを変えたいと思っていたから、うん、なんかそのワンデイセミナーとかっていうのに、うん、まあ、今まで行ったことなかった、なんかそのブログとかで見るけど行ったことがなかったっていうのを行ってみる、一人で行ってみるっていうのを最初の第一歩はそこだった気がします。ね、去年の2019年の9月とかに、うんうんうん、開催したセミナーに初めて来てくれたっていうのが出会いだったね。本当ですね。じゃあこれまでそういうセミナーとかは参加したことなかったんだね。参加したことないですね。なかった、うんうん、勇気いった？初めてセミナー参加するとき。いや、めっちゃ勇気いりましたなんか恥ずかしいっていうのと、うんうん、なんだろうな、やっぱり一人で行くっていうのが、うんうんうん、こうなんかこうグループみたいな輪の中に入るっていうのが私はすごく苦手なタイプだったから、うん、そこに飛び込むっていうのはめちゃくちゃ怖かったです。意外と人見知りなんだよね。めっちゃ人見知りなんかそうやってめちゃくちゃやっぱ人見知りな上に、なんか初めての場に行くのってすごい勇気だと思うんだけど、うんうん、なんかそれでも参加しようって思ったきっかけとか理由って何だろう？きっかけと理由、なんだろう、多分その私が行ったセミナーが取説セミナーだったんですよ、うんうんうん、で、その時ちょうど自分の取り扱い方というか自分の向き合い方っていうのに悩んでたから、うんうん、多分その悩みとなんか取説、自分のことをじゃあどうやって扱ってあげたらいいんだろうっていうところがこう合致したっていうのもあって、うんうん、よし、行ってみようみたいなで、参加してくれた、はい。じゃああれだね、勇気出してなんかそういう学びのセミナーとか、うんうん、まあ、それこそ会いたいっていうのを言ってくれてたけど、うんうん、会いたい人に会いに行く的なところをやってきたっていう
怖かったとか、なんかあいやちょっと勇気いったけど楽しかったとか、勇気いったけど、うん、行ってよかったなってよかった、うん、思いました。行ってよかったとは多分今言えないよいやいや、なんかやっぱ不思議な感じはあったかもです。なんかブログとかインスタ見てたのかな、ブログとかでやっぱブログ読んでたので、まいさんのブログ読んでて、なんかその前にセミナーあったんですよ、本当はもう一個前に。え、夢リストセミナーって秋の前にありました？あったあった。え、秋、あ、そう、6月にやったの。それかな、うん、それかなんかその私が行くセミナーの前にも多分福岡でセミナーやってやる予定だったんですよ。多分そこにすごい行くのを多分一回悩んで行けなかった気がする、なんかそれすごい覚えてて、で、勇気を出したのが多分トリセツセミナーだったから、なんか会いたいけど会いに行けてなかった人がなんか目の前にいるっていう不思議な感覚っていうのと、でもなんか行ってよかった、こう世界が広がったというか、それはあったかなって思います。いや確かにね、なんか人間関係ってやっぱ大人になるとさ、もう今の職場の人間関係しかなくなっちゃうから、結構考え方とか価値観が、まあ、似たような人たちとか、もうそこの価値観にしか自分がなんか染まれなくなっちゃうから、こう広がりづらいというか、なんだろう、なんか結構大人になると変化しづらくなってくるなっていうのすごい思うんだけど、でもそうやってね、なんか勇気出して新しい場所とかセミナーとか参加したことによって、多分ね、もともと保育士の中で生きてきたところから、あ、こういう生き方もあるんだなとか、こういう考え方もあるんだなみたいなところに気づけたっていう感じかな。そうですね、なんか本当に保育園に勤めてる時とかってそこの考え方しか知らなかったのが、なんか本当一気にバーって見える世界がなんか広がったっていうか、これもいいしこれもいいし、なんかいけないものはないんだなって思った時に、やっぱ自分が好きな保育に対しての考え方もより一層広くなったっていう気がします。いいね。え、私ね、人生変わる前何やってきたかなって思うんだけど、やっぱね、価値観が変わるものにお金をかけてきたなっていうのがすごい今思い返すとあって、それこそ私はなんか、なんだろう、経験とかって残らないじゃない、もうね、ご飯とかも食べたらおしまいだし、学びとかも学び終わったらもう残らないっていう考えだったから、それこそお洋服とかバッグとかになんか残るものにお金かけた方がいいよねっていう考えだったんだけど、なんかでもそこをなんか今のままじゃうまくいかないんだなって29歳で人生に絶望しまくった時になんか今のままじゃうまくいかない、じゃあどうしようってなった時に、今までやらなかったことをやろうって決めて腹くくって、なんかそれこそ私も東京までわざわざセミナー受けに行くとか、なんか恋愛のスクールっていうその、まあ、無形のもの、無形の学びにお金をかけるとか、あとなんか旅行とかそういう移動費とか人に会いに行くためのお金に使うようになるとか、あと何しとくの、あとはなんかそのやっぱ経験にお金出すっていうところで、ちょっとこう自分のテンションが気分が上がるよう なんかホテルのラウンジでお茶飲むとか、なんかそういうちょっとこうおしゃれ なんかこうちょっと高級なレストランに行ってみるとか、やったことによってすごいこうやっぱ今までと自分のなんか見える世界が変わるとか、扱われ方も変わるっていう経験した時に、なんか自分の当たり前が変わっていって、あ、私ってなんかもっと大事にされるべき存在とか、そうっていう価値観になってきたんだよね、でちょっとずつ自己肯定感高まっていって、それこそ、ね、自分に対してその学びとか自分がやりたいことを自分にさせてあげるっていうのをやっていくと、なんか自分っていうものの存在価値がめちゃくちゃ大事なものなんだなってそう思えてきて、 それまでめっちゃ自己肯定感低すぎたからさ、もう本当になんかもう見えない低すぎて、なんかもう私って人の役に立たないとなんか価値ないんだなって思ってたのね。なんかそれこそね、その多分原点って私お父さんがすごい結構厳しい人で、なんかなんだろうな、お父さん勉強も運動も大人の取り柄がなかった分、なんかお父さんと
か、まあ、周りの人の役に立ってこそ自分の価値、存在意義とか価値があるって思って生きてきたから、そう、なんか自分のためにお金を使うとか、なんだろう、その自分のなんかやりたいことのためにお金使うとかってすごいもうダメなことって思ってたから、ね、貯金するとか、そうそう、なんかそういうところにお金使えない人だったのと、経験に、うん、そこをやるようになってから結構人生変わったかなっていう感じかな。確かにね、変わりますね、人生は。一歩の勇気と行動と、うんうんうん、このなんか一歩を踏み出すまでに、うんうん、まあ、すごい時間がかかるというか、うんうん、でやらないとできないんだけど、ピンって飛び込んだらなんか、ね、意外と大丈夫だったかもみたいな、そういうことがすごい多いかなって思います、うん、はい、じゃあ、もう今日のお話を振り返ると、りんちゃんが人生変わる前にやってきたことが、なんかそういうセミナーに参加するとか、ちょっとこう普段会わないような人に会いに行くとかをやってきた、うんうん、っていうところかな、はい、で、私がやってきたことが、なんか価値観が変わるものにお金出すとか、普段自分がやってなかったところに経験しに行くっていうこと、うんうん、をやってきました。まあ、2人とも共通してやっぱやってたのが、会いたい人に会いに行くっていうところとか、あとそういう学びとかに自己投資をしたっていうところは共通してるのかなって思うので、まあ、もしこの動画見てて、なんか人生どうやって分岐点を迎えたらいいんだとか、人生変えたいけど変え方わかんないっていう人の参考になればいいなと思います。それでは今日の動画以上になります。面白かったよとか参考になったよって方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとですね、もしこの動画へのリクエストや、あと私が主催している恋愛コンサルタントになるための企業スクールに興味があるよって方は、こちらの LINE アットまでメッセージをください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。